イムレ一世、イムレ一世、1174年から1204年11月30日は、ハンガリー王国アールパードアサのハンガリー国王、及び、クロアチア国王、在位1196年から1204年。1184年に、イムレの父ベーラ三世はイムレに退官し、1195年頃に、イムレは、クロアチア、ダルマチアの支配者に任命された。 ベーラ三世の死後にイムレは、ハンガリー王位を継承し、地世の最初の4年間は、クロアチアとダルマジアを要求して、反乱を起こした弟のアンドラーシュと争った。イムレは、カトリック教会が遺端とみなしていたと対立する、ローマ教皇庁に協力的な立場を取り、セルビアの内紛に乗じて二勢力を拡大した。しかし、 第四回十字軍を支援したベネツィア共和国によって1202年にザダルを占領され、ハンガリー王国の南に位置するブルガリア帝国の北進を食い止めることができなかった。死の直前、イムレは4歳の息子ラースローを大いに就かせた。イムレは、を個人の紋章として使用し、セルビア王の称号を採用した最初のハンガリーの君主としても知られている。 イムレが使用したアールパードストライプは最終的にハンガリーの国章の一部になる。イムレ一世はハンガリーをベイラ三世と彼の最初の妻であるアンティオアーキアのアニエスの妻の間に生まれた。イタリア出身の司教ベルナルドから教育を受け、1182年5月16日に8歳になったイムレはハンガリーの多い継承形を確認するため、 エステルゴム大司教ニコラスから退官された。神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の娘との婚約が取り決められたが、1184年にフリードリヒ二世の娘は亡くなり、縁談は立ち消えになった。1195年頃、ベーラ三世はイムレを、クロアチア、ダルマチアの統治者に任命した。1196年4月23日にベーラ三世は母子、イムレは、 父の後を継いだ。ベーラ三世は、生前、十字軍として聖地に遠征することを条件に、領地と金銭を、イムレの弟アンドラーシュに残していた。しかし、アンドラーシュは、独立した広告の相続を要求して、1197年に、イムレに対して、反乱を起こす。オーストリア公、レオポルト六世はアンドラーシュに組みして、ハンガリーの内戦に介入したが、 1197年末にイムレはスラボニアのマッキーでアンドラーシュとレオポルト六世の連合軍を破る。しかし、1198年の初頭にイムレはアンドラーシュにクロアチアとダルマジアを広告として授与するとおよぎなくされる。教皇インのケンテウス三世はアンドラーシュに十字軍への参加を流し続けていたが、なおもアンドラーシュはイムレに対する陰謀を巡らせていた。 1199年3月10日、イムレはアンドラーシュを支持するバーチ司教から自分に対する陰謀への参加を証明する文書を押収した。1199年の夏、イムレはバラトン湖の近辺でアンドラーシュの軍を破り、アンドラーシュはオーストリアに逃亡した。グレゴリーがイムレとアンドラーシュの戦争を仲裁するためにハンガリーを、ほう、1200年夏にイムレは取り決めに従って、 アンドラーシュのクロアチア、ダルマチアの領有を承認した。1200年頃から、ハンガリー王国は、バルカン半島の情勢に深く関わるようになっていた。1200年10月11日に、インノケンティウス3世はイムレに異端とみなしていた、ボスニア教会の弾圧を促しており、教皇はイムレの要請に応じて、セルビア王ステファン・ネマニッチへの退官を拒否した。1201年、 2年にイムレはセルビアに侵攻し、ステファンと対立する彼の弟の部下侵を支援した。イムレはセルビアに総主権を行使し、1202年にハンガリーの君主として初めてセルビア王の称号を使用する。1202年夏、ベネツィア共和国の同時エンリコ・ダンドロは第4回十字軍の指導者との間に交わした条約に調印し、 ベネツィアは十字軍からハンガリーの勢力下に置かれていたダルマチ地方の都市ザダルカイの支援の約束を取り付ける。インノケンティウス3世が十字軍にザダルの包囲を禁じたのにもかかわらず、1202年11月24日にザダルは十字軍によって占領され、町はベネツィアに譲渡される。インノケンティウス3世はイムレの訴えに応じてベネツィアと十字軍を破門するが、 ラダルはなおも、ベネツィアの支配下に置かれていた。ハンガリーが、ボスニア教会への弾圧を行う中、1203年4月6日に、ボスニアのバンクリンは、ゼニツァで、ボスニア教会の教会会議を開催する。抗議の結果、ボスニア教会は、ローマ教皇の優位を認めるとともに、教会の儀式の改革を決定し、クリンは、ハンガリー王国の創始権を承認した。 1203年に、ブルガリア皇帝、カロヤンアセンが、インドケンテウス三世に宛てた書簡には、イムレによって、ブルガリアの五つの地域が占領されたため、ブルガリアが、強硬に介入を要求したことが記されている。1203年の秋にアンドラーシュはイムレに対して、再び反乱を起こし、10月に、両者の軍隊は、ドラーバ川近くのバラジュリンで退治した。イムレは、武装を解いて、 アンドラーシュの陣営に向かい、ナウ、アイシャルシーフウィルデアツーレズ、エーハンドツーシェットザブラッドオブザロイヤルリネージュ、と呼びかけたことが、同時代のスプリトの大女祭トマスによって伝えられている。アンドラーシュの軍の中に、イムレに近づこうとする者はおらず、イムレは抵抗を受けずアンドラーシュを逮捕した。数ヶ月の間アンドラーシュは監禁されていたが、1204年の はじめにアンドラー氏は支持者の手引きを受けて脱走する。ブルガリア皇帝カロヤンはハンガリーの内戦に乗じて軍を進め、ベオグラードなどの城塞がブルガリアによって占領される。イムレはブルガリアへの反撃の準備を進めるが、インドケンティウス3世への介入によって軍隊を改ざんしなければならなかった。ブルガリアと協会合同の交渉を進めていた。 インノケンティウス三世はカロヤンに王冠を授けるが、王冠を携えた、教皇特使がハンガリーを通過しようとしたとき、イムレは特使を投獄する。1204年8月26日に重病にかかった、イムレは4歳の息子ラースローに退官し、教皇特使を釈放した。スプリトの大女祭、トマスの記録によれば、ラースローが青年に達するまでの間、彼の後見人となり、 ハンガリー王国全土の統治を委任することを条件に、イムレは、アンドラーシュと和解した。には1204年11月30日に、イムレが没したことが記されており、イムレの遺体は、エゲルの大聖堂に埋葬された。1196年から1200年の間、イムレ一世は、アラゴン王アルフォンソ2世の娘コンスタンツアと、結婚した。1200年頃に二人の唯一の子である、 ラースローが生まれるが、1205年5月7日に、ラースローは溶接する。夫と息子を失ったコンスタンツヤは、後に神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世と再婚した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。